私は教育総務課施設係の渋谷です。私たちの部署では学校施設の保守管理に関する仕事をしています。古くなった学校施設の工事をしたり、日常の学校運営で発生する不具合の対応などをしています。近年は市内の学校施設の老朽化が進んでいるため、建物を今後長く使っていけるように建物全体の改修を行っています。学校施設について気づいたことや気になることがございましたら、教育総務課施設係までお問い合わせください。